どうもこんにちは。以前に鍵がなくても窓ガラス開けれるんですよって動画アップしたんですけど、真似したいけどわからない、もっとわかりやすく解説してほしいとコメントいただきました。自分もね、それほど電気に詳しいわけではないんですけど、ちょっとやってみようかなって思います。まずは前に作ったケーブルを外します。電気はプラスからマイナスへ流れている。テスターを当てると光るのは分かりますよね。え、バカにするなんて失礼しました。じゃあこれは分かるかな。車のボディはマイナスなんですよ。なのでボディにくっつけてヒューズにテスターを当てると電気が来ているのかどうかが分かります。今鍵を回したんでオンの状態です。この時にテスターを当てて光るのはエンジンがかかっている時に電気が来ているところが分かります。ストップランプは常時電源なんで鍵は挿さなくても OK。 右がプラスで左がマイナスのようです。自分は配線図書けないんで漫画描いてみます。これバッテリー、これヒューズボックス、この位置にヒューズがついています。右側がプラスで左側がマイナス。プラスからヒューズのプラスに入って、マイナスからこれがブレーキペダル。ブレーキを踏むとテールランプがつくっていう仕組みのところなんですよね。この辺りにパワーウィンドウのヒューズがついています。さっきテスター当てたんで分かると思うんですけど、上がマイナスで下がプラス。これがドアについているスイッチ、ガラスの。ガラスのスイッチを入れるとモーターが動くっていう仕組みですね。次の図が自分がやっている配線図になります。これがバッテリー。これがヒューズボックス。左上にあるヒューズがブレーキランプのヒューズです。これがパワーウィンドウのヒューズのある場所です。ここへ常時電源を持ってきます。バッテリーから上のヒューズに入って、でバッテリーに戻る。左上のヒューズからパワーウィンドウの方に常時電源を持ってくる。ちょっと大きく図を書いてみますね。これがヒューズボックス。左上に 15A のヒューズ。そしてこれがパワーウィンドウのヒューズ 30A がつくところ。バッテリーから来た電気はここをこう通って 15A のヒューズを通りバッテリーに帰っていきます。バッテリーから来た電気はこちらにも流れていき、こちらのヒューズを通りパワーウィンドウに常時いつでも電気が流せる状態が台になります。ちょうどこんな感じでつないでください。ちなみに自分は両方とも 15A を使っています。増設したヒューズは 30A 入れてもいいんでしょうけど、何かあった時ヒューズがすぐ飛び大ごとにならずに済むと思うから、まあ、自分基本ビビりなんで。ちなみにトップランプのヒューズを反対に挿すと一旦ヒューズを通り、そこから分岐してまたヒューズを通ることになります。何らかの原因でストップランプ側のヒューズが飛べばパワーウィンドウも動かないっていう状態になっちゃうんで、これはおすすめしません。ここにあるのはもともとついていた 30A のヒューズです。予備でここに置いています。出先でヒューズが飛んだら窓開きっぱなしなんてことにならないように、いざって時は元に戻したら OK です。ストップランプのヒューズも同じ理由でここにストックしています。それでは組んでいきます。あ、そうそう、視聴者さんから教えてもらったんですけど、運転席のパワーウィンドウのスイッチオートって光りっぱなしになってるらしいです。まあね、小さな光なんで消費電力もそんなないと思うんですよ。まめに乗ってたら、まあバッテリー上がりは心配しなくてもいいと思います。今回はこんなところかな。うまく説明できているかはわかりませんが、万が一車が燃えても自己責任でお願いします。ご視聴ありがとうございました。サブチャンネルを始めました。こちらもよろしく。